始まりますよ。あの、危なくないですか？よいしょ。高いですね。します。あ、でも。妖精さんの夜の名残ですね。妖精さんの夜、町には妖精さんがダイヤを落とす。空からのダイヤを拾った人には妖精さんが何でもお願いを叶えてくれるなんて言われてるんです。現実的に言うと砕氷、ダイヤモンドダストです。マイナス何十度でないと起きないって言いますけど、この笛屋町は気流の関係で上空数十メートルにそれくらい冷たい風が流れてるそうで、上空にだけダイヤモンドダストが起こる夜があるんです。この町の人は妖精の夜なんて呼んでます。ちょうど昨日の晩でした。でもあくまでその夜の近辺で起きるものですから、今日か明日も期待できるかもですよ。確率は低いですけどね。
昨日以外は。いえ、怖くなってきたので降ります。落ちないでくださいね。あと、落とさないように気をつけて。大丈夫ですか？頑丈ですね。この時間は違うと思います。すいません、この時間は屋根の上が暖かくなるので雪が落ちやすくなるのを忘れてました。ネルさん、釜を使うなら言ってください。釜を使うと雪が落ちやすくなるんですよ。ん？へへへ。でもちょうどいいとこで戻ったよ、お二人さん。今日はクロウ君の歓迎会ってことで、パティシエメルさんが腕を振るっちゃうから。もう、よくわかるね、クロウくん。ご期待ください。今日のおやつはメルさんの一番の得意料理、クッキーです。得意というか、それしか作れないというか。アリちゃんはそのクッキーすら作れないくせに。すいません、今日は雨どいの修理は諦めましょう。お茶を入れますね、クロウさん。
保存画面ですね。セーブするぞ。セーブしたぞ。